Hi everyone, this is Toki. 生まれ変わり、まあ、不思議なんですけれども、12歳の女の子がもしかしたら私は生まれ変わりかもしれないということで、アメリカで少し話題となっております。その女の子の名前はドロシー・アンジェリカ。彼女が言うには、1976年に死去したオペラ歌手であり女優だったアリス・ジョゼフィーヌさんの自分は生まれ変わりなんだと。それで6歳の時に初めてそのことを喋ってたそうなんですが、お母さんキラさんとおっしゃるそうなんですが、お母さんに向かってドロシーは、ママ、私前世で自分が誰だったか知っているの。リジーかリリーという名前だったのは覚えてるの。でもその本名はアリス・ポンズよと言ったそうです。ドロシーのお母さんキラさんは2010年にドロシーを身ごもっていました。妊娠8ヶ月の時に自宅のソファーで生まれてくる子供の毛布を編んでいたんですね。毛糸で毛布を編んでいたんですが、キッチンの方からママ、ママという呼ぶ声が聞こえたっていうんです。立ち上がって見に行ったところ、そこには誰もいませんでした。すると今度は後ろの方からまた小さな声でママ、ママと呼ぶ声がしたそうです。その時不思議に思うことはなくて、生まれてくる子供が話しかけてくれたんだと感じたそうです。ところが10分後、何気にキッチンを見ると、そこには小学生くらいの女の子が立っていて、微笑んで消えていったそうです。それは今12歳のドロシーそっくりの女の子だったとキラさんは言っているそうです。ドロシーが言うところの前世だった自分は、本名アリス・ジョゼフィーヌ・ポンズさん、1898年フランスで生まれたとされています。それから大人になって50年近くオペラ歌手や女優として活躍して、1931年から1960年まではアメリカ・ニューヨークのメトロポリタン歌劇場というところに所属し、国際的に活躍していました。1976年彼女は死去します。膵臓がんだったそうです。77歳でこの世を去りました。フランスカンヌにあるグランジャ墓地という墓地に埋葬されているそうです。その後ドロシーは前世で夫の名前をコスリウムという人と結婚してたと、ペットも飼っていたように感じているそうです。自分は前世で多くの言葉を話し、ピアノを弾き歌うのが好きだった。22歳までにプロの歌手になった。家には音楽室を持っていて、そこで歌ったりピアノの練習をしたと。その近くには野良猫が住み着き、鳥のさえずりも好きだったと。猫や鳥が大好きだったと言ってるんですね。その後オーガスト・メスリッツという男性と結婚、ところがほどなくして離婚し、その後アンドレ・コステラネッツという男性と結婚したことまで言っております。現在ドロシーは3歳の頃から歌うのが好きで、まあ、完璧な音感を持っていると音楽の先生には言われているそうです。で、今も普通に暮らしているそうなんですけれども、12歳でここまで思い出したっていうのは、まあ、もちろん6歳の頃っていうのも前世の記憶を持っている子どもたちにすれば遅い方だそうです。だいたい3歳から4歳頃に急に前世の話をする子が多いそうなんですが、6歳の時点で、まあ、話してる子も中にはいるそうなんですが、12歳になってもまだここまで思い出してきたと、徐々に思い出してると言っているそうです。生まれ変わり、自分がもし誰かの生まれ変わりだとしたらどうなんでしょうね。どんな思いなのか全く記憶がないためわからないんですけれども、もしかしたら1回生の可能性もありますよね。自分がこの地球に生まれて、これが最初、一番最初の可能性もあります。皆様は前世の記憶のようなことはありますか？まあ、同期はそうですね、一切ないんですけれども、一番古い記憶で自分が4歳の時の記憶はあるんですよね。なんだか日差しのところ歩いてる自分がいて、すごく思い出したことがあるんですけれども、4歳以前はですね、なんとなく覚えてるんですけれども、わからないですね、やっぱり。まあ、今回は生まれ変わりかもしれないというドロシーさんのお話をしてみました。もしよろしければグッドボタン、
チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。